週刊誌に掲載された記事が一部引用で名誉毀損に当たるとし、株式会社純春はフリーライターの男に5000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしました。宇宙人でしたら宇宙人割引っていうのがあるんですけど、宇宙人なんていないですよ。母ちゃん5年前に死んだ。寂しいですからね。近すぎるかもしれない。